多分最速じゃない 0.3 秒ぐらいの。はい、今はそういう感じで1軒目でねやりすぎてしまいました。あれはちょっと良くないよね。今回はですね、思考シリーズです。めちゃめちゃありがたいんですけど、企業さんの案件が増えてきまして、さすがにこのテンションで企業さんとやったら怒られるかなと思って、いつも1回目に企業さんとやるんですけども、その企業さんの案件が酒飲まないと嫌ですって大体言ってるんで OK もらってるんですけども、そしたらガンガン飲んじゃいまして、あと僕カレーでね酒が弱くなってきたんで2杯で酔っ払っちゃうっていう。酒が強いからってどうこうっていう話じゃないですからね。もう僕はもう酒弱いんでね。ということでですね、今回ですね、思考シリーズ、思考の肉豆腐です。ございます。はい、これからの季節にいいですよね。もうね、ちょっと、ね、外もね寒くなってきました。肉豆腐皆さん食べたくないですか？僕は食べたいです今。なのでこれから思考の肉豆腐食べていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ということでですね、材料紹介いきたいと思います。あ、もうね、材料ね超シンプル。僕の肉豆腐はまず木綿豆腐ですね。木綿にしてください。あの絹でもまあできなくはないんですけども、肉豆腐はね箸で持っても崩れないような、そんな硬い木綿のね心意気を感じた。なので今回木綿でございます。豚バラ 220g です。はい、普通のバラ肉でございます。はい、薄切りです。白滝絶対入れてください。あの白滝がない肉豆腐なんて、白滝のない肉豆腐みたいなもんなんで。オニオン。で、今回はですね、なんと思考シリーズなんですけども、コラボ動画でございます。今回ですね、僕の大好きな、もう本当にリスペクトしてる方にコラボ依頼しましたんで、今回のコラボ相手を紹介させていただきます。コラボ相手を持ってきて、今日はよくお越しいただきました、ハイボールさん。あ、ハイボールさんじゃねえ、ウイスキーさんだった。あなたが来るのを、ね、心待ちにしておりました。本当にこれがコラボ動画ですよ皆さん。ウイスキーさんと炭酸水さんのユニット、ハイボールさんです。ハイボールさんを飲んでいきます。くー、僕とハイボールさんの相乗効果やっていきたい。ハイボールさん、これからもよろしくお願いいたします。じゃあそろそろ作っていいですか？はい、玉ねぎ切っていきたいと思います。まあスライスしていきますよ。こんな感じでだいたい、まあ1センチないぐらい。はい、あんまり薄くしなくていいです。はい、6ミリ8ミリ切ってください。そしてはい、木綿豆腐さん、ね、ここにバッ。肉豆腐でシンプルに半分で割っていただいて、ちょっとね厚めに切っていただく。 1.5 センチぐらいですかね、こんな感じで、切っときましょうか。はい、大体ね12等分ぐらいに、していきます。はい、これはねでもね、木綿豆腐さんと金豆腐さんね、お好みっていうのがあるんで、冷ややっこをね、あの木綿豆腐で食う方もいますからね、まあ、こんな感じでいい感じに。そして玉ねぎさんですね。はい、玉ねぎさんもまあここら辺に、玉ねぎさんが加わると、あの香りとコクが甘みもつきますので、もうぜひ入れてくださいね。これはざるにあげてぬるま湯で洗います。ぬるま湯は家庭で出る40度のお湯で大丈夫です。で、水気を切ったこの白滝なんですけど、キッチンバサミかなんかでね切ってくださいね。白滝ってあの長くてラーメンぐらいの長さになってますから、こうやってね4等分ぐらいに、こうすると非常に食べやすくなります。もさっと、はい、湯通ししてくれとかって皆さん言うんですけども、湯通ししなくてもね、今の白滝ってそんな臭くないんで大丈夫です。半分に切って、まあ4等分ぐらいでいいんじゃないですかね。はい、これぐらいの長さだったら。で、これをできればもうちょっと剥がしながらこう入れていきたいと思います。豚こまでももちろん大丈夫です。でも豚こまだとちょっと煮込むんで硬くなります。こういう煮物であると、豚バラだとすっごく柔らかくなるんで、バラにしていただいた方がいいかもしれない。まあ、特に今回思考って名乗ってますんで、思考シリーズの中ではねトップクラスで簡単ですよ。ほら、最初に焼きとか必要ないんで、これで調味料煮るだけなんでね、まあ、一つのねちょっと鍋みたいな感じに仕上げるんですね。シュガーです。はい、お砂糖ですね。はい、これ最初にバラッとねまぶしてください。大さじ1です。そして醤油です。大さじ3杯。で、これ、ね、回しかけてくださいね。お砂糖がねちょっと溶けていくように回しかけるように。はい、はい、3杯入れていきます。最近私本みりん使ってるんですけど、まあみりん風調味料でも全然美味しいです。本みりんの方がまあちょっとこう上品には仕上がります。1、2、3、4、結構ねみりんは入ります。僕大好きな白だし、ちょっとだしが入った方がねやっぱり美味しいです。味がつくんでね、魚介のうまみをね入れていきます。赤ワインです。はい、まあ、こういうなんかメルシャンのこういうワインで大丈夫です。大さじ4杯
みりんと赤ワイン使ってるのでお酒はかなり入ります。肉豆腐に赤ワインってねあんまり入れないと思うんですけども、これで4杯ですね。はい、お水使ってない、全部調味料だけ。なんで赤ワインを入れるかっていうと、赤ワインすごくね香りがねよくて、お醤油とかだしとかとすごくね相性がいい。今回はですね生姜とかも入ってません。これで煮ていく。赤ワインの香りが最終的にどうなってるか、これを楽しみにしながら煮るんですよ皆さん。でまずね沸かしてください。これ重要なコラボアイテムを飲んでいきます。あー最高のコラボアイテムだ。沸かしてから蓋をしてグツッと煮ていくんですね。調味料だけで煮ていくと何がいいかって、調味料の配分が濃いから味がよく染みるんですね。水を使っていくよりもね、この芳醇な香りですよ。全体沸いてくるじゃないですか。そしたら蓋を閉めて弱火から中火の間ぐらいです。これで20分煮込んでいく。はい、それではですね蓋をして、中火で20分経った姿がこちらです。このままですね小ネギこうやって、盛り付けてこれで完成します。うまそうでしょこれ。至高の肉丼完成でございます。はい、ではできましたのでいただきたいと思います。いただきます。肉豆腐なんですけども、ちょっと鍋スタイルでいただきたいと思います。お豆腐、玉ねぎ、白滝ですね。少し汁もね無水なんでちょっと汁は少なめですよ。至高の肉豆腐、これ赤ワイン入りでいただきます。おお。上品な味するやんけこれ。めちゃめちゃうまい。あえてねニンニクとか生姜を使ってないのがねここに来てますね。つゆがうまい。最高の割り下ですよ。とろとろ玉ねぎもね味のアクセントになってめちゃめちゃ美味しいぞこれ。もう少し煮た後に火消して置いといても、お肉とかお野菜とか白滝とかの味がもっと染みてもっと美味しくなる。おすすめの食べ方あります。七味唐辛子もちろん。はい、タバスコですね。タバスコかけときゃいいと思ってると皆さん思ってるかもしれませんが、そうやって思ってます。これこの組み合わせやばいからね。やばいよ。何がさ至高かってさ、めちゃめちゃ簡単なとこですよね。切って全部入れて煮込むだけですから。温めながら食べてるんで煮汁がねどんどん減っていくんですけども、煮汁足んないなと思ったら水足してください。無水とか言ってたんですけども要は同じなので、うますぎるのでスタッフチャンス。あ、ありがとうございます、はい、じゃあ召し上がってみてください。いただきます。はい、いや、うまいね。2滴ぐらいタバスコもいただきます、はい、ちょうどいいピリ辛感、酸味も足されてね、うん、天才。ありがとうございます。ございます、ありがとうございます。うまさ伝わりましたか皆さん。赤ワインの芳醇な香り、そして調味料の配分が決め手でございます。そして最後の一振りのタバスコですね、本当に美味しいのでぜひ皆さん作ってみてください。なんかネタ帳に何かあった気がする。いや、何もない。これは。何に別にね。じゃあいいや。